は。なんか暑いんだけど、私そんなに体温高くないでー。琥珀、なんて。いややわ、従属サービスやないの。羨ましいわね、私にも欲しいわ。ダメだよ、琥珀は私の従属なんだから、アホーカさんでも渡してあげないんだからね。取らないわよ、本当死闘をくぐり抜けたのにのんきよね、結果ちゃんは。そうだよ、あの後どうなったの。私何か声をかけられたと思ったらいきなり衝撃が来て、それから。落ち着いて、順番に話すわ。まず気絶してた月花ちゃんをここまで運んだのはリアさんよ。関さんは疲れとって、私らは非力境ねー。そっか、私が気絶してもみんなは動けるんだね。それで放火さんはあの毒虫の男に勝つことができたんですか。残念ながら逃げられたわ、あの野郎。今度会ったら絶対に逃がさない。ち、ダメだな。こんな状況でもダメだ。ダメ、何を言ってるの。究極の成長、極限の戦闘、この二つを得るには今の環境では役不足ということだ。今日が冷めた、帰る。背後を見せるなんて余裕ね、舐めてるのかしら。お前が闇に落ち、多くの罪を作ったから。あんたのせいでギリアンが隊長から降格した。ああ、ずっと監獄島で頭骨って名乗ってる愚かな兄貴のことか。知るか、俺は強さを追求するだけ、あいつは途中から強さを求めなくなった、見限ったんだよ。勝手を抜かすな。これ以上あいつの足を引っ張るな。いいか、あいつが隊長から落とされたのはお前らの許容のなさと本人が弱いからだろ。俺には関係ないね。あいつがお前たちと同等に強ければ多少の要素くらい目をつぶるはずだ。結局あいつの降格は力不足、それだけのことだ。次はもっと互いが追い込まれた状況で相まじえよう。結局人の進化は極限の状況でしかありえない。無駄に部をぶつけても無駄だ。今回の収穫はさっきから最上階の方から溢れてくるあの女のエネルギー。ここまでの上物のエネルギーを感じたのは初めてだ。次は万全の時に相まじえたいものだな。誰もビリアンを落とそうと話した奴なんていなかったわよ。俺の身内から極悪犯罪者を作り出してしまったのは俺の責任だ。何？第6部隊には俺より優秀な人材は多くいる。アランなら大丈夫だ。俺は俺なりに責務を全うするさ。天野、お前は俺と同期だ。応援するぞ。絶対に証明してあげるわ。道を踏み外してまでいた強さは脆いということを。お前が満足する条件でなお、お前を撃破する。それがお前の罪の償いだ。いた、放火っていう人、月下が大変なんだ。手伝って。月下ちゃん、大丈夫。とりあえずラディウスは先に帰らせたし、ロカちゃんたちは用事があるからってまたどこかに行った。月下ちゃんの容態も良くなって目を覚ましたし、明日にでも私も帰らないといけないわね。あ、協力と討伐の報酬金、月下ちゃん、ロカちゃん、アルタちゃん合わせて200億円またレイカ姉さんに渡しとかないと。みんな未成年だからね、保護者に渡しておかないと私が怒られるのよね。大会で待ってるわ、月下ちゃんたち。ここに来てずっと精霊のことを調べたり、すぐに問題に巻き込まれたりで気がつかなかったけど、スイスって本当いい国よね。自然豊かで空気も美味しいし、風景もすごく綺麗。いや、それはわかるのじゃが、そこは危ないのじゃ。わらわのためにそこから降りてくれんかのう。もう心配性だね、関は。ねえ、あの姿ってさ、あれは間違いなく今の月下じゃよ。わらわが羽を出した本来の姿と同じじゃ。あれが本来の月下の姿、今はそれを隠した姿、それだけじゃよ。やっぱりね、すっぽく馴染んだわけだ。月下は、神水霊、と名付けた姿じゃが、しっかりあの現象に罠があるのじゃ。そうなの。神格解放、じゃよ、神としての本来の自分の姿を解き放つ行為の名称なのじゃ。神格解放。そうなんだ。思ったより驚かんのじゃのう。うん、だって月下たちはどうせとっくの昔にその領域に入っていた可能性が高いんだもん。パトのところにはメリアちゃんがいる。そういうことはきっと初期の段階から教えてると私は思うの。だから驚かない。むしろほっとした。これでやっとメリアちゃんに会っても恥ずかしくない自分になれた気がするの。結果。本当ありがとうね、関。今までずっと一緒にいてくれて。あなたのおかげで私は道を踏み外すことはなかった。あなたのおかげで殻を破るきっかけを作ることができた。それもこれも私のそばにずっと関が一緒にいてくれたからだと思うの。本当、成長したのう。月下。わらわは嬉しいようでどこか悲しいぞ。こうやって立派に成長する月下を見るのは嬉しい。じゃがいつか、わらわなんか必要なくなるのではないかと考えてしまうのじゃ。この旅に出るとき、わらわは本気で悲しかったのじゃ。月下と離れ離れになること、月下から必要とされなくなること、月下がわらわのことを忘れること。
それが何より怖いのじゃよ。そっか、一年前の私はまだ未熟だったってことなんだね。一番近くで私のことを大切に思ってくれてる存在を手放そうとしてたんだから。でももう今は間違いない。迷惑もかける、苦労もかける、頼りにもする、たくさん情けないところも見せる。それができるのは本当に心から信用した人たちにしかできない。そして何よりも必要なことだってわかったから。結果、これからも一緒に頑張ろう関。今はみんなもいる。もしたとえパパが私を選ばなくても、私なりの永遠に近い人生を歩むことができるよ。そうじゃのう、わらは、いや、わらわたちは月下とずっと一緒じゃ。月下の好きなようにするとええ、わらわはそれについていくのじゃ。うん、これからも末永くよろしくね、関、いや、吸気紳士のみんな。ふむ、ならわらわも月下の中に戻るとするかのう。そうだよ、関がいないとろくに式の能力を使えないんだから戻って戻って。調子いいのう、まったく。この一年いろいろあったなぁ。一年前の自分では考えられないよ、本当。変われた。うん、変われたよ。今の自分は好き。うん、今の自分ならどんなに情けなくても好きで居続けられるよ。もう大丈夫。うん、もう大丈夫。もう私は止まらないよ。ついてきてくれる仲間もいるし、何より絶対に叶えたい目標がある。一年前みたいに何もせずに泣くこともないし、うぬぼれることもない。ありのままの自分でこの先進んでいくよ。よろしい。成長したね。私。今の私ならきっと大丈夫。何せ私なんだから。うん、任せて。昔の私。未来の私はすごいってところ見せちゃうんだから。そういえば最後に私に語りかけてきた人から、何かしてもらったんだよね。才能がどうこうって確か言ってたよな。だとすれば能力系かな。少し使ってみよう。出てきて、私の新たな能力。わわ、なにこれ。これは、恩恵かご支配。強力と相手の能力が合わさった能力。それが私自身に。すごい、これならもっと戦える。私の世界が広がる。ありがとう、この開花させてもらった恩、絶対に忘れないからね。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。